校。はい、皆さんこんにちは、麦かっこ猫です。この動画はですね、麦の学校と題しまして、麦が学校の先生となって、音楽のことを中心にいろんなことをね、皆さんにお伝えできればなと思っている、そういう動画です。前回はですね、音楽の3要素のメロディー、ハーモニー、リズムのうちメロディーをお伝えしましたが、今回はハーモニーに関してです。さて、ハーモニーですが、みたいなね、感じになります。あ、ネズミを出すの忘れてました。はい、今回はこのハーモニーに関してです。あ、そっからやろう。この回はハーモニーに関してですね。ハーモニーも、難しい言葉で言いますと、和音と言ったりもしますね。和音と言っても、ワンちゃんのポーンとは違いますよ、ね。漢字で書くと平和の和に音と書いて和音とね、そういうんです。これがハーモニーちゃんですね。今日はハーモニーちゃんのお話ですからね。ハーモニーというのはですね、2つまたはそれ以上の音を重ねて同時に鳴らして、または同時じゃなくてもね、同じ時間に響かせて、それで、音の雰囲気を変える、音楽の雰囲気を変える、そういう要素になっております。まず、音を2つ鳴らしてみますね。この音を鳴らしてみます。なるほど、さあ、そして3つ音を鳴らしてみますね。この3つ鳴らしてみますね。わーという、ちょっと明るい雰囲気のする、人によってね、感じ方は違うかもしれませんが、明るい雰囲気のする響きになりました。さあ、これで一つだけ音を変えてみますね。なんかふわーっと、ちょっと暗かったり切なかったりするような雰囲気のする響きになりました。和音を組み合わせることによって、楽しい気分だったり悲しい気分、切ない気分だったりを、音楽で表している、そういうことなんですね。この明るい暗いだけじゃなくて、いろんな響きが、あります。それを組み合わせて音楽っていうのはできてるんですね。そして例えばですね、このハーモニーちゃんと前回紹介したメロディーちゃんね、このメロディーちゃんとハーモニーちゃんを合わせて、麦の曲のメロディーだけ弾いてみますね。これどんな風にの出だしです。このメロディーにハーモニーを足してみます。こんな感じでね、左前足でハーモニーを弾いて、右前足でメロディーを弾いてみました。さて、今回は、音楽の3要素のハーモニーに関してお伝えしました。また次も見てくださいね。またねー。